さん、こんにちは。こんにちは。今日ですね、はい、皆さんが練習場でできるアプローチ練習をしたいと思うんですけど、はい、コースなんですよ、ここ。いや、そうですよね。無事にしてるなと思って。はい、で、まあ、なかなかね、芝の上で皆さん練習できないと思いますし、はい、まあ、練習場での練習が主になると思うんですけど、はい、で、練習場でいくらアプローチ練習してたって、はい、まあ、その、なんていうんだろうな、マットだし、滑るし、その、なんていうの、まあ、まあ芝生とは感覚がやっぱり違うじゃないですか、はい、でまあね、もちろんこれ今からやる練習も芝生とは感覚違うんですけど、はい、まあその普通に打ってるよりはまあなちょっと違う感覚で練習できるんでやっていきたいなと思うんですけど、はい、今日はね、まあもうこれ見ていただくと分かると思いますけど、分かんないですかね。そうです、ティーアップしたわけですね。はい、はい、ティーアップしてまあアプローチ練習をしようと。でこれなどういうメリットがあるかっていうと、はい、まあ、こうやってティーアップして、まあ、その高くなくていいです。まあ2センチぐらいかな、はい、するじゃないですか。でこうこのティーアップしたボールを、はい、こうあんまりティーを打たずにね、なるべく、まあ、当たったりはするんですけど、はい、なるべくそのさティーバチで飛ぶようなアプローチせずに倒れちゃったりとか、はい、でそうしてると、まあ、ここのボールとの距離感が、はいはい、まあ、変わりづらいってことですよね。安定してる。そう、こうやってさ、まあ、地面にあるとさ、まあこう打ちに行っちゃうじゃないですか、どうしても行っちゃいますね。こうね、はい、こう上下動が激しくなったりするんですけど、はい、まあ、それをこう抑える練習といいますかね。おー、なるべくこのボールとの距離を変えないで。うーん、じゃあこれは大きく打つんじゃなくて本当に小さい、まあ、小さくね、はい、まあ難しいじゃないですか、下からね。いや難しいっすよ、はい、でここちょっとロケーション見したりで、はい、でまあ言うと、まあこれ太平洋の11番ホールでね、はい、まあ、さっきまでプレーしてたんですけどまあちょっとこの撮影に切り替えってことで、はい、でまあここからアプローチやったんですね、さっき、はい、で3度しか持ってなかったんですけど、はい、まあ、結構難しいし、あ、やだなってちょっと自分でも思ったんですよね。いやだからこれ50、和子さん52持ってんのかなと思ったんですよ。58で打ったら、はい、まあちょっとやっぱりワンピンぐらい手前止まっちゃったんですけど、はい、まあうまくは打てましたよね。そうですね、まあそのうまく打つためのポイントっていうのがやっぱあるんで、はい、ちょっとね、じゃあ打ってるのを見てもらいましょうかね。そうですね、こうちゃんと正面から、はい、ティーがちょっと動いてないか。いや、ティーは動きますから飛んだりはしないでね、はい、まあ、これ長くしてる分短く持っていただいて大丈夫なんで。あ、そうなんですね、うん、で、いつもどこれ今ティー揺れ動いてないですよ。揺れなかったね。はい、すごいですね今ね、不思議、はい、まあ、ボールもそのトップしてないしね、ちゃんと当たってますよね、うん、そう、この距離感が大事なんですね、うん、すげえ、うん、でこの距離感をこう、はい、なんていうの、変えないで打つことができるんです。これが要は結構もうこうなったりする人はさ、いや、なりますよ。でも本当にこうなったりする人もいるかもしれないから、はい、ね、多少マットに助けられて打ててるだけっていう人も、あ、ね、そこにだ、実はそうなってんだけど、うん、マットの上だと気づかない場合もあるじゃないですか。そうですね、だそれをこうね、ちゃんとこう打点を整えると言いますかね、こことの距離を変えないでこの練習をしていただくと、はい、こう地面に来た時も同じような感じでね、 それをしっかり意識すれば、意識してれば多少さ、そこ上流度が少なくなってるはずだから、あ、そしたら多少、ま、手前から入ってもうまくいったりとか、うまくいくし、そ、まあ、このティーアップしてるボールを、はい、ダウンブローとかアッパーに振ろうとは思ってないじゃないですか。まあ、確かにそうですね、レベルに振ってますよね、はい、そうするとこうレベルに振れてくるわけですね、こうやって。そうするとそのノーターフな感じが、ノーターフな感じで、ちゃんとボールに、まあ、ヒットそうですよね、できると。うん、はい、まあ、結構ね、やってみると難しいと思うんで、いやなんか皆さんちょっとやってほしいんですけど、いやこういうのをワッホさんがさらっとやるじゃないですか、うん、だからみんな、まあ、僕も含め、はい、簡単そうだなみたいなやったら激ムズだみたいな、結構難しかったりするんで、まあそんな感じでそのちょっとアプローチを、ね、練習してもらおうかと思うんですけど、ちょっとまっちゃんやってみますかねえ、そうですね、はい、せっかくならまあまあこんなのは朝飯前でしょう、もうまあでも、はい、アプローチでこういう練習あんましたことないですね、僕。まああんまりね、
はい、いやね、まあ、僕もそんなすごい奥入ってきたわけじゃないけど、はい、そうですねペシーとかないよねないですよ、ないですよ、絶対ないですよね、はい、いきます、はい、あれちょっとトップしましたねいやいやいや、あれはまあ入れないですよ、入れない、入れないですか、はい、あれちょっとペシーって気にしてトップしましたね、今むずい、あー今のはうまく出ましたね、なるほどなるほど、こんな感じでやっていただくとね、まあ結構この、まあなんて言うんだろうな、まあ練習場だとまあポコポコ打てるから、まあまあいいんじゃないかなと思いますけど、はい、そうか、練習の時だってブローンってベローンってなるから、なるべくそのね当たんないように、あ、だからやっぱり、はい、やっぱり芝生の上でティー刺すのがまあ本来はね、そうです、そのまままたこの感覚でここで打てるわけですもんね、はい、でも練習場でって言っちゃってるんで松本そうっすね、あっちゃん、はい、そうなんですよちょっともうちょっとやってみてよ、はい、これ皆さんやっていただくといい練習になると思うんでね、確かにここ変えなければ、そうそう、頭の高さ変えないで、そうっすね、うん、変えずにポンと、そうですそうです、うん、これだいぶいいですね、だいぶいいですよね、はい、はい、じゃあさ、ちょっともうちょっと距離打ってみますか今10ヤードぐらいだったのを、はい、ちょっとこのグリーンのさ左の方に、はい、うん、でここのグラスバンカー、グリーンに打っちゃっていいんですか、いやグリーンに打たないで、あのグリーンとバンカーの間ぐらいに、はい、20ヤードぐらい打つ感じで、20ヤードぐらいですね、まあ、こういうのも大事なんでね、20ヤードちょっと難しそうですね、難しそうですよね、おー、うまく打ちましたね、おー、こんな感じでね、はい、あのいろんな距離打っていただくと、このボールとの距離感っていうのが大事なんで、はい、はい、ちょっと真帆さんもやります、ちょっといいですか、はい、してこれめっちゃいい練習法っすね、距離感が変わんないっていうのはね、そうですね、いいっすよね、確かにここにちょっと自信つけとけばライ悪くても、そう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 、俺はできるんだみたいな、なるべくこうね、フラ横振り、横振りというか、まあ、フラットフラットにね、こうダウンブローとかにならずにね、あそこのから変な入射角度になっちゃいけないとですね、そう、こうアッパーとかやらずに、はい、やるのがシンプルに、シンプルにやるのがいいと思うんで、はい、めっちゃトップしましたでも距離ちょっと長くなると、距離長くなると難しいですよね、難しいですよね、はい、1個目のバンカー狙ってるのに奥のバンカー入りましたしっかり、おお、今みたいな感じですね、やっぱ音が全然違いますね、音が違うよね、はい、この音なんかに注意してね、あ、より分かりやすいですね、より分かりやすいっすよ、こんなのさ、はい、もう冬のアプローチでこんなの嫌じゃん、もう嫌ですね、どうすんだこれって感じじゃんもう9番じゃん、9番、いやほんともう3ざっくりしますよ、これをなるべくフラットに引っ掛けると、そうするとねボールだけ捉えれるんで、なるほど、だから結局、うん、僕とワッホさんも、うん、あのミスで今若干ハーフトップ気に当たったりするじゃないですか、うん、それでもやっぱ球がこうちょっと浮いて、そうですね、ミスがミスに見えないみたいな、そう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 、そのまあアッパーのトップじゃないから、はい、ちょっとダウンブロー目のトップだから多少スピンも効いてるしさ、そうですよね、まああのミスに強いというかね、そうですね、ミスしてもミスにならないってこれが大事ってことですね、これはちょっと突っ込んじゃうよね、普通だったら、いやいやですよ、うわドキドキするって感じだもんね、まあ、そんな感じでね、はい、あの練習していただくといいと思うんで、まあ、これは練習場でできますからね、はい、はい、ぜひちょっと試してみてください、音に注意してね、音ですね、はい、やってみてください、わかりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。